こんにちは、サッシーです。今回見ていただく動画はサッシーの夏休み2ということで、海に行ってきましたので、海のその模様を見ていただければと思います。ですが、このチャンネルは主にゲームチャンネルなので、ちょっと一発目ゲーム関連のものを紹介しようかなと思っています。こちらですね、タイガー&バニー2とパックマンのコラボ T シャツですね。島村さんで購入しました。もうこれとっても可愛いですよね。このマーク、可愛いんですよ。中でも気に入ったのはこのバックプリントですね。この黒地にこのピンク、すごい可愛くないですか？このタイガー&バニー2パックマンっていう感じのロゴでね。これすごい気に入ったんで、もうこれはね、喜んでいきたいと思います。では、サッシーの夏休み2。海編をご覧いただければと思います。すごいね、タープ。これで完成です。さあ、海を、本日の海をお見せしましょう。おお、綺麗。神奈川県観音崎、超綺麗じゃない？すげー。ああ、でも塩水は苦手です。ちょっと海綺麗だね、本当に。いやー、ほら、向こうにタンカーとかもいるし、もう千葉も見えますよ。房総半島っていうかさ、海岸は千葉だよ、もう。綺麗だね。魚とかはいないけど。クラゲ打ち上がってたよ。やばいね。どうですか？え？いない？うわあ。すげえ。あとで送って。うん。うちのチャンネルに来て。めっちゃ写真も撮れと言われた。写真。すげえ。うわ、超気持ちいい。あ、これ。すごい。これ。これね。ハゼ、これ撮れてるかな？ハゼいるよ。ハゼいるね。そこに。なんとかハゼ。これ違うの？これ多分違うと思うよ。わ、滑る。違うと思うよ、ここに。ほら、ね。ただのゴミでした。これ前に行って、これもそうだ。で、富士壺みたいな。これ富士壺じゃない。書いてある。銀子とかだけ。取れたけど。で、何？ヒザラ。ヒザラ。これ前に。で、ダンゴムシ。どんどん丸まってくる、ダンゴムシ。ヒザラガイゲット。あ、それさっきのこれうまいから、めっちゃうまい。これ知ったかのやつでしょ。知ったかのやつ。
小西かな、小西、西巻貝。でもちっちゃいんだよね、カメの手がいないんだよ。カメちゃんね、もうちょっと激しいところ。これでしょ、幅これ。ほら、幅のりこれでしょ。のりこれ、そっち、これで幅のりじゃないの。あ、こっちの方がそうか、幅のりか。これブラシでこうやって取るんだよね、うん、ちゃっ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 つってさ。今もう天然のってあんまないと思う、高いね。だってね、5000円とかするでしょ、なんか1枚とか。幅東京湾のほぼいないと思う。カニいるって。なんか取ったよ。だから、ま、あ、やべ、見えた。あ、それがこれ、これもね、これ松葉貝。松葉貝だね。なかなかいないね。船虫。これうまいんですよ。これはこれをこれをね、シーフードのあれの中に入れるんですよ。え、俺も入れたいな。入れ、火入れてあげるから。入れてくれる。入れてくれるから。すげえ。これうまいよ。これうまいよ。ほら、これ立派。でかっ。これあればね、十分だって、ね、見た目アワビじゃんだって。そう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 、うん、生で全然食べれるから。でもやっぱ火入れる。生は嫌ですね。生は生は嫌ですね。火を入れてください。カニさん取ったらしいよ。カニ取った。あ、ほんとだ、はい、すげえ。危ない、噛まれるよ。噛まれる、ね、すげえ。カニ取った。何、何これ、ガザミ系？ガザミじゃない、岩ガニ。うわー、カニカニカニ。岩ガニちゃんね、これ。これをね、あげたら美味しいです。ごめんね。これすげー、幅じゃん、これ。うわー、すごいすごい、張り付いてるけど。これさ、なんか、ブラシとかで取るとうまいんだよ。これを包丁で切って。これは無理だ。めちゃくちゃうまい。米の手じゃん。それはツアーの手の巻き。知ったかけんの。あっち。いや、気持ちいい。朝で、朝、朝手で、すげえ気持ちいい。もう何時間でも入れる。亀の爪ともね。うわー、取れた。あ、でも全然過食。これじゃあ全然かな。あ、でも一応食べさせて。カメの手。あと ここにもいない。これ、これ。あ、そうそう、ちっちゃいな。ちっちゃい。ダメだ。あ、いた。これヤドカリいるじゃん。これヤドカリ？うん、ヤドカリ。ほら、ヤドカリじゃない。ヤドカリ、あ、なんか出した。これ、ほら、でかい。これ、ほら、これはうまいよ。あ、すげえ、でかっ。これは決めた。ほら、これはいいよ。でも、本当は藻が少ないからさ、匂いもそんな臭くない。超綺麗だよ。あ、決めた。これうまいぞ、兄ちゃん。ここいるね。いっぱいいるよ。ここ、こんにちは。ここ、こんにちは。ここはいる。いや、いいですよ、もう別に。すいません。ここにもいます。ここすごいじゃん。ここ宝庫です。なんか、この。あ、日空ね。うん。日空。日空も成長が遅いから。こんなんすげえでかいじゃん、これ。
はい、ちょっとこの太陽がもう減っちゃって、もうすごいよ、暑い、もう完全防備のサッシの夏休みですけれども、暑いね本当に。まだ9時とかなのにもう完全に暑い。いいなぁ、二人泳いでるよ。サシは海パンを持ってないので泳げません。海パン買えばいいじゃんって思うんだけど、海パン必要っすかね。海パンもう40にもなってって感じで、も泳ぎたいね。でもね、あんまり塩水好きじゃないんですよね。うん、海はすごい好きなんだけど塩水が苦手。だってしょっぱいんだもん。これで湯を沸かす感じですね。くっつくんだ貝と貝が。でかっ、すげー取れてんね。このでかいので茹でて、茹でて一回あのカラカラ外して内臓取って身だけにして、海を食らうですよ。うん、本当はこの出汁でこれ味噌溶けばめっちゃうまい。アサリみたいな感じ。本当アサリだよ。味噌汁だ。あ、これカップヌードルでうまい。いや絶対うまいでしょ。塩とシーフード出汁のさ。あ、これね。これがうめえ。あ、うまいなこれ。魔界村とかで出てくるって言うけどね。うわ、痛い痛い痛い。痛いって痛いって、暑い熱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 い。ピントが今合ってなかった。うまそう。これなんだっけ。これは松葉だから一番美味しいやつ。松葉貝。いただきます。バター焼きした食べる。うまっ。普通にだ変じゃないでしょ。本当にうまい。ラリーコリコリしててうまい。そうでしょ。うん、もうこれだけでいけるよ。だこれででプラスアルファ何かと合わさるとよりうまくなるのはもう確定。そうだからバターでやったら美味しいよねって話、うん、絶対うまい。うまっ。やばい、バター焦げちゃう。こういう、あ、出た。堀西ですか。違う、胡椒、胡椒、うん、黒胡椒ですよ。胡椒で少しね、うん、もうだってもう船虫が来てるから。大丈夫。危ねえ、あって、ほら、そこ本当だ。船虫こんな近くに寄ってくるんだね。でもゴキブリより俺は大丈夫。うん、でも行っちゃったの。こいつはだっていいやつなんでしょ。いいやつ、うん、だって海の掃除やって。はい。うわー、ほらめっちゃうまそうやん。うん、うまっ。絶対うまいって。いただきます。どうぞどうぞ。いただきます。はい、美味しくない。うまい。美味しいでしょ。うまい。ハンちゃん、うまっ。美味しいでしょ。わかんない。
なんですかね、美味しいよ本当に。なんか俺はこの食感がすごい好き。おい、うわー、食べてね。もうほんとシーフードですよ、シーフードだけに。あ、こっちだ。うん、どう？うまい。うん、うまい。うまい。オラも食べてみます。うまそう。え、こんにちは。あ、シーフードね。俺シーフードじゃなかったらもうダメだ。今日は海だから、みんなシーフードだ。まあまあそれ、もう俺普通のを持ってきた。じゃあどうだ。うまっ。外飯が夏はないんですよ。バッターすごい。いやー気持ちいいね。風が気持ちいいね。すごい、潮が引いて、いろんなとこに行けるようになりました。少しちょっと疲れてしまって、動画は撮ってません。締めの VTR がないみたいな感じです。というわけでこんな感じで海を楽しんでまいりました。昔に戻った感じでした。皆さんもですね、まあもうちょっとね、海はシーズンが終わりかなと思うんですけど、行ってみてはいかがでしょうか。それではまた動画撮りたいと思います。すごい取れるよこれ。